NHK 広崎市局 NHK 広崎市局は青森県広崎市にある NHK 青森放送局の市局の一つ。広崎津軽地方の取材拠点である。1938年に広崎放送局として開局。かつてはアナウンサーが在籍し、独自の放送を行っていた。東北地方では仙台中央放送局、秋田放送局、 山形放送局に次ぐ4番目の開局であり、青森放送局より3年早い。その関係で1988年7月の四局降格以降も、ラジオのコールサインには親局並みのヨーグヨークが与えられており、廃止される1991年頃まではラジオで、広崎局のコールサインもアナウンスされていた。1967年に、 現在の広崎放送会館が落成してから40年以上が経過しているが外壁のリフォームが行われ1995年には3つの卵のロゴマークへ変更している放送会館1階のロビーを開放した NHK ギャラリーは展示などの利用目的で貸し出されており2階は主に NHK 文化センター広崎教室として使用されているまた 屋上にはお天気カメラを設置している。郵便番号036-8356広崎市か、白銀町21番6号広崎ラジオ中継局、広南バス広崎駅方面にへ、一般路線を利用する際は、中央高校前バス停の方が近い。ミニバス路線は、広崎駅を経由しない。また、広崎バスターミナル方面に利用する際は、中央高校前バス停の方が近い。 出展、歳月は主に触れ合いの50年の33ページ。出典、歳月は主に触れ合いの50年の30ページ。ありがとうございます。